ンポポ川村です。本日2019年12月31日大晦日でございます。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。穏やかに過ごされていることを願うばかりでございます。今日は勝手に2019年を振り返りたいと思います。携帯の Google カレンダーで振り返りたいと思います。はい、あっという間ですね。感覚としてはそうですね、この1年間本当に感覚1週間2週間ぐらいの感覚ですかね。皆さんはいかがでしたでしょうか。ちょっと何してたかっていうのをちょっと見てみたいと思います。2019年1月、元旦、家族で初詣行ってます。はい、三浦半島の初日の出を見に行っておりますね。初仕事がですね、1月3日唐津、佐賀県の唐津に行ってボートレースで営業をやっておりますね。あとはですね、あと去年の1月にね、ありとあらゆるもののアレルギー検査をしておりますね。ほぼなかったという嬉しい結果が書いてありますよ。1月26日ジム始めって書いてあります。去年の1月26日にまたジムに通い始めたんですね。なかなか痩せないって書いてあります。難しいですねダイエットね。ちなみに今はどうですか。今はキックボクシングに通っております。今年の、本当つい最近ですね、10月からキックボクシングに、変えまして、日々の恨みつらみをワンキックパンチに込めて汗を流しております。すごくおすすめです。キックボクシングすごく汗流すし、短時間でぐっと体重を絞れるんでね、おすすめですね。いいですよすごく。そんな私の2月、今年の2月何してたかなっていうのを振り返ってみますと、2月の14日、15日、16日、3日間で、豪華客船のロケに母と行ってますね。このね、プリンセス号っていう日本の港から出て海外に着いてまた戻ってくるっていう船があるんですけど、豪華な。それのロケに母と一緒に行かせていただいて、そうです、すごくいいですよ。ネット検索してほしいんですけど、プリンセスクルーズとかで出てくると思うんですけど、一回乗ったらずっとご飯食べ放題ですし、荷物も持ってかなくていい、送ればその部屋のところに置いとける。あと一泊がそんなに高くないんですよ。 1万とかそのぐらいで、で1週間ぐらいのツアーとかが、船の豪華客船のツアーがあるんですけど、こう社交ダンスみたいなお時間があったりとか、毎日ミュージカルみたいなショーもやってたりして、すっごくおすすめなんで、ちょっとぜひ検索してみてください。それに2月にね、ロケでね、行かせていただきましたね。あとはね、2月の21日にこけしのドラマにちょっと参加させていただきましたね。こけしちゃんがいっぱい出てくるドラマがあったんですけど、週休4日でお願いしますっていう、飯豊まりえちゃんが主演のドラマで、私は川村は川村の役で出させていただいて、とても嬉しかったという思い出がございます。そんなとこですかね。2月どんどん行っちゃうな、特になんもないんだな。3月、またこれジムに行ってますね。11日、13日、20日、25、27、結構週2でジムに行って頑張ってますね、この3月。やっぱ年が明けてちょっと頑張るんですね。やる気をみなぎるんですよね。これが続けばいいんですよね。4月、春ですね。新学期ですね。何かとやってることといったら、箕輪さんとね、自転車のロケに行かせていただいて、ちょうど5月1日、令和になる時ですね。ハリセンボンの箕輪さんと一緒に令和を迎えさせていただきました。平成ありがとう。令和こんにちはっていう会をね、お寿司食べながらしましたよ。皆さんは令和はどのように迎えましたか。
本当の0時0分の時はちょっとあのお風呂、銭湯じゃない、ホテルの温泉に入っておりましたね。そんなこんなで令和を迎えました。5月1日、やっぱり自転車のロケで街を走っておりました。大丈夫かな、私の日々。メンバーが特に何もお仕事にやって行ってるけど、その仕事の思い出はありますけどもね。5月、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークは久しぶりにななみちゃんっていうあの女優をやってる女の子と会いました。どうでもいいか、本当にマジで何にもしてない、仕事行ってるだけだな、やばいな、何もしてないよ。どっか出かけたりとかさしなくちゃダメでしょ。これから夏ですもんね。そうだ、まだ5月でした皆さん。そうでした、そうでした。夏に向けていろいろやってると思いますよ。私も6月、すごい片付け、いっぱい片付けに行ってますね。あ、6月の中旬にあの高嶋政宏さんとご飯に行かせていただいておりますね。美味しいご飯行きましたね。私が行きつけの焼肉屋さんがあるんですけど、そこに高嶋さん行ってみたいということでね、これ6月の中旬に行っております。ありましたね、そんな日もありましたね。あれ6月か。すっごい最近な気がするけど、もう半年前なんだ。怖っ、怖いよ、助けてください。じゃあ7月行っちゃいましょう。ついに夏ですよ皆さん、来ましたよ。なんかやってるかな、体メンテナンスが多い。特に夏っぽいことしてない。唯一あのウォーターラン2019という幕張のイベントに、これまあ仕事ですけど、水鉄砲をシュッチュやりに行ったっていうことがございますね。私毎日どうしてたのかしら、お仕事に行かせていただいてたのか、感謝でございますね、はい。あとやっぱメンテナンスが多いですね7月。よし8月行ってみよう。山の日もありますからね。板野智美さんと、これもまたお仕事ですけど、ちょっと福岡行ってきましたっていうロケに行かせていただいております。福岡で楽しい旅をさせていただきましたね。あとは舞台にちょっと出させていただきましたね。さくらももこさんのこじこじというお話の舞台に少しだけなんですけども出していただきました。渋谷の渋劇という劇場で、私は鳥、お母さん役でしたね。次郎くんのお母さんの役で、次郎くんっていう鳥の子がいるんですけどのお母さんの役で出させていただきましたよ。そして夏が終わりましたよ。9月になっちゃいましたよ。9月で、なんかお仕事してたってことですから別にね、いいですからね。9月、めっちゃ平凡、特に淡々と過ごしてるだけね。あ、おっさんずラブは見に行きましたね、映画。特にじゃあプライベートで何かしたかったら、ね、特にね、皇居ランとかは来年の3月に名古屋ウィメンズマラソンに挑戦するので、この皇居ランっていうのは週に1回走り始めておりますね私。そういう予定はございますよ。やばい、もう10月になっちゃった。怖いよ。焼肉や若葉に行ってます。私がもう7年通ってて、初めて連れてっていただいたのは森さんちの大島さんに連れてっていただいたんですけど、そこからずっと通ってる若葉に私行っておりますね。あとは大久保さんとご飯させていただいたり、まりえちゃん今回のね秋の舞台で一緒だった伊藤まりえちゃんとご飯に行ったり、ちょっと心配ですね。ハロウィンは何されてました？ハロウィンの日？ハロウィンの日は、私その今ちょっと書き物をしてまして、それが書き終わらないってことでずっと書いてました。ハロウィンの日はね、そういう日もありますね。11月突入ですよ、早っ。だからプライベートがそんなに数えるぐらいですわね。お仕事のどこ行った、何やっただったら話せますけどね、困ったまもんですね。多分11月は舞台で終わりますでしょ、これずっと24まで毎日ありますんでね。
で途中でなんかどっかちょっと行かすね、ちょっとロケ行かせていただいたりとかありますけど、終わるでしょ11月で。11月24まで東京公演あって、25はあれでしょ、スイッチさんに行かせていただいて、で26なんか収録あって、27から12月の1日また今度名古屋公演で、で11月も終わっちゃうわけよ。で皆さんも2019年は1年間いかがだったでしょうか。私の2020年の目標は、また来年振り返った時に、あ、こんなこともやりましたよ、こんなこともやりましたよっていうのをもっと話せる、プライベートをもっと話せる、充実させるというのを、目標にしたいと思います。2020年はね、もう最初からもうスタートダッシュを大事にしていきたいと思いますので、もう1月の七草がゆ、七草がゆからがっつりちゃんと食べて記憶に残し、2月のイベント、バレンタインデー、ホワイトデー、そして4月のこう春、桜、お花見ぐらい行きたいですね。去年というか2019年はちょっと見かけたぐらいですかね、中目でちょっと見たっていう、チラッで終わったので、ちょっと2020年はしっかりと桜も 見たいと思います、見つめたいと思います。大事にしていきたいと思います。ちゃんと自分で時間をつかみに行きながら、いろんなことをして1年間過ごしたいと思います。それでは2019年ありがとうございました。みんな紅白見るかしら。アデュー。